俺がレナマンだ、ウィリアメラクリン TV。 すごいテンション高いですね。あ、びっくりした。来ました、海、魚とか魚介とか取って、はい、食って、はい、で、お土産にメグさんに、はい、めっちゃいい海鮮丼作ってあげようかなと。あ、いいっす、やばいの取る俺まだ。そう、あー、スズメバチ、あ、危ない、肩にスズメバチだよ。ミルクボーイ、あぶねー。見て、この海、いいね、広い。そしてここはあれですよ、暴走すんな、エイジこれ使えで、有名なところです。言われましてもね、仮面ライダーファンじゃない私には分かりませんよ。捕まえるぞめ始めて20分、すごい。ヤナマコがなんとウツボゲット。あ、すごい、ちょっと今、軽く締めちゃったんだけど、怪我してたみたいでね、あの弱ってたところをこう、すげえ。サイズ的に、まあ、ご覧ください、こんなんですけどね、ちっちゃいけど、ね、一緒に入れたやつがもしかしたら食われるかもしれない。大丈夫でしょう、うん。わー、夕方になってしまったな。見てよ、はい、あれを見ろ、すごい数のハゼ。いや、あなたが見つけたんでしょ。これハゼ持って帰りましょう。あ、マジか。いや、うわ、フグや、フグや、僕のフグですね。サフグで、はい、わ、いや、食えないのとやめてもらっていいですか。全部食えないの、これも食えない。あ、これ食えますよ。やった、ただフグはちょっとキャッチボールぐらいにしか使えないです。そうですね、なぶり殺しじゃないですか。かわいいですね。かわいいオス、うん、あ、すごい、うん。メグさん、メグニ TV やめたらこういうメグニにする。いや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 、下がりすぎでしょ、なんかランクが。まずさすがにこれよりはあの人できますよ。そっか、そっか。投げちゃダメだ、これは。こいつら、解体してきます。めっちゃ俺釣れましたもんね。すごいね。これメグさんに持って帰って、海鮮丼しようかなって思います。お土産、お土産。鱗が目に入るね、これね。目に鱗。目からね、はい。ありがとうございます。はい。まだ上手。そういうことよ。内臓取ります？はい。多分えぐい虫とか食ってるかもしれないから。あ、やだ。食えない魚取っちゃってるそうで怖いですよね。ああ、その時はもう全員死ぬしかないね。まあそれ覚悟ですね。なんかもうググるのもめんどくさいですからね。そう、ググるのめんどくさい。ググる体力ないですから、もう。ウツボット行きます？皮剥ぐのめんどくさいね、リーダー。これウツボのお作り、おありがとうございます。いや、よく洗って。マジかよ、ね、首の部分です。コリコリ眉。いただきます。そう、あなた数年ぶりにメグイン TV 出演じゃないですか。そうなんだ。そうですよね、前3人で海行った時結構前ですもんね。すごいすごい、海の香りがこみ上げてきて喉をつきました。大丈夫ですか、メグさん。はい。メグさんじゃないじゃん。ああ、なんか、ああ、なんか意外と淡白な、しょっぱいな、なんかメグイン TV チャンネル削除された後のファルコンさん、こんな感じかもしれない。なるほど、ここね。はい。前もだろ。バニーさんは新宿だね。バニーさん、あのおっちゃんになってるから、ジベ太郎が。ああ、リリースした。鍋が臭いかいな。草鍋強し。酒入れます。酒。あ、この人吸盤あるじゃん、この人。すごい、超熟梅小判ザメだ。オーケー、ナイス小判ザメです。めっちゃ酒入れるよ。メグさん、今日アホ長いっすよ。おいおいおい。おい、俺が俺にオンデマンド。アホがアホにオンデマンド。で、みりん風調味料。はい、みりん風調味料。みりんではないんです。安や、これ安さん、安い。じゃ入れるやん、みりん風のやつ。水飴だからね、甘みが出るよ。味噌入れます。はい、ファルコンさん、自家製の味噌です。はい、自家製の味噌です。うん、すごいな、味噌まで作っちゃうんすよ。はい、そうなんだよ。これうちの会社なんだ、セブン&アイ。うん、すげえこと初めて聞いたんですけど。メグインティー副業、色多分そんぐらいでもいい。あ、いいですね。はい、
あ、いい、最高、いい、あのクソ臭い魚どもが、うん、うまそうな料理、本当に臭い臭いやつが、おい、こういう感じ、おい、いいね、あー、美味しそう、あ、すごい、いや、なんか頑張ったな、ピン、ありがとうございます、わ、いいな、おめでとう、やなまこ、いやー、ごほうびでもこれ生で食ってすごいまずかった、石原軍団、石原軍団の炊き出し、石原軍団の炊き出し、すごい、食うよ、いやだよ、こんなの炊き出されてもいただきマンモス、いただきマンモス、パオネ、はみ出しうつぼ汁、すごいね、あのこのすごいよ、うわすごい、すごい、あ、みりんを大量に入れました、はい、みりんのようなものいっぱい入れたから、はい、何やってくれてるんですか、あ、甘い、まあ珍しい、あ、甘いよ、甘い、めっちゃ甘い、甘酒みたいな味になってるじゃないですか、甘い、気持ち悪い、魚の風味をかき消すぐらいみりんが入ってる、え、ウツボ美味しい、あ、ちょっとちょうだい、だってこれすごい、ほら、あ、すごい、こんなちゃんとした身で、ウツボ、あ、ウツボね、ほんとだ、うわ、トロトロ、白身、でもこれ汁全部飲んだら病気になるでぐらい甘い、味付けが恐ろしくまずいんですよ、味付けまずい病気になるで、これ病気解説しろ、来てよ、あ、行きましょうというわけで、はいよ、ほら、近海で獲れる魚は食ってまずい、さよなら、いやいやいや、この動画が面白いと思ったらぜひ高評価&チャンネル登録よろしくお願いします、よっしゃ、 OK、 サバイバル最高、あと3日止まります、無理だよ、やだよ、こんなとこで、気に入ったら引っ越しますピースさん